龍が如くスタジオプレゼンツ復活カムロ町レディオステーション。龍が如く桐生一馬役黒田孝也です。龍が如く真島五郎役宇垣秀成です。龍が如く PR 担当瀬川渡辺です。この復活カムロ町レディオステーションは龍が如くの極秘情報とリスナーの皆さんの投稿を発信していく番組です。さらに新たに発足しました龍が如くスタジオ作品の情報も発信していきますので皆さんお楽しみに。ということで、はいはい、今回また始まってしまいましたが、うんうん、まずですね、うんうん、ちょっと3月22日ということで、うんうん、個人的にはですね、うん、花粉が辛い。ああそう、大丈夫ですかお二人。いや俺花粉だよ。花粉症大丈夫なの。俺大丈夫。あ本当、うん、すごいですね。なんでですか黒田さん。なんでって言われたってそんなの大丈夫だから大丈夫なんでみんな花粉じゃないといけないの。多分なんかオーラが弾いてるんでしょうね花粉を。そうですね、あのそうです、そうです、近くまで来てるんですけどファーとか多分そんなものに負けませんよでも僕はねそのサラリーマンだから、まあ、マスクすればいいんですけど、うん、なんか声のお仕事されてる方々花粉症って大変じゃないかなって。いやあのね俺はそこまでひどくはないんだけど本当グズグズの人もいるから、ね、いますよね鼻が。仕事に差し支えますよね。いや差し支えると思うよ。だからやっぱなんていうのマスクも当然するとかいろいろやってるけど、まあ、俺は目が痒くなったりとか。あ目なんですね、うん、まあ鼻もちょっとくるけどあの最近ほらイオンの力で俺は効いてるみたいよ鼻にちょっと一滴塗るだけで。はいはいはい、あのイオンブロックのやつですね、うん、そうそうそうあのアメフトの。そうそう、だから去年ぐらいからそれ使ってみてなんか調子いいね。ああそうなんですね、うん、じゃあ俺もちょっと使ってみよう、うんうん、まあということでちょっとくだらない話しましたけど、うんはいはい、まずはですね、はいはい、オープニングで、まあ、皆さんからいただいた投稿をちょっとここで紹介して、うん、いきたいと思います。いいね、いいね、はいはい、じゃあ黒田さんお願いできますでしょうか。はい、千葉県のすずぽんさんです。はいはいはい、黒田さん宇垣さん渡辺さんこんばんは。こんばんは。まあ、3月に入り卒業シーズンですね、うん、私も高校の卒業式でした。おお、高3で今度社会人か大学等とね、うん、はい、3年間慣れ親しんだ高校を卒業するとなるとやはり寂しいです、うん、そこでなんですが皆さんの学生時代の思い出って何かありますか。ありましたらぜひ聞かせてください。学生時代の思い出なんてだって大河ドラマになるぐらいありますってマジっすか。どこら辺を喋っていいのか。だから当然やっぱり大人なんで放送行動に引っかかるかどうかとかそういうことも考えながら俺の場合喋んなくちゃいけないからこれ地上波ではないからどんどん行っちゃってうっそーやばいって地上波じゃなくても今だってねパソコン見てなっていろんなこう警察踏み込んできたりするわけでしょ事故事故高校生の時は事故だよもうそれツイッターとかでねつぶやいてばっかりにねそうそうそう本当危ないって危険だってそんな危ないよヒデちゃん人を勝手に殺されてね調子に乗せてお大丈夫かなって喋っちゃったら俺がワッパかけられるんだないないないそれはもうしめしめないからいやだからね、うん、高校時代ね大親友だったね、うん、やつが今四国で教師やってんだけど、うん、そいつが黒田の高校時代をね語ったら、うん、大河ドラマ1年で足りるかなってあそう言ってるぐらいいろいろあったんでねすごいっすね。まあ単純に卒業式って言うんだったら行ってませんよ当然え卒業式も出てないの。出てないですよ。えそれあれですかもう黒田来ないでくれみたいな感じですか。いやもう自主的に自主的に、はいはい、あ俺が行ったらもう大変なことになっちゃうんで、はいはい、他校の生徒が来たりはいはいいろいろね問題が起きるんで自主的に自主的に行かなかったですね。マジっすかすげえ。そうそう、それで卒業式終わった時点で学校から電話かかってきて卒業証書だけ取りに来いと。あありましたね。お前のために送るのがめんどくさいと、はい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 、送料がかかるとどんだけだよ。ああいやどんなことしてきたんでしょうね。だから以上分かったよって取りにそっから取りに行ったん で、うん、で俺だけ高校卒業してどこに行くかっていうのをクラス中知らないし先生も知らないわけですよ、はあ、で言う必要ないと思ってたんで今後どうすればいいかいや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 、だからそれが多分知りたかったんでしょうね学校側もね先生が、あ、先生側もねそう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 。でクラスメートが俺が卒業が危ないから3学期のこうなんていうの中間期末テスト、うん、このまんまじゃ黒田が卒業できなくなると、うん、みんなで何とかしようと、うん、俺頼んだわけじゃないのに、うん、みんながこうなんか話し合ってくれてて、で各科目、うん、なんか日本史なら日本史、はい、数学なら数学、それがベラボーにすごいやつが俺の目の前の席に来て
脇のガードを甘くしてくれて体を避けて大きい字で書いてくれて、福山さん目が良かったから、目が遠視だったから、はい、そのまま老眼に突入しましたけど、それで各種目各科目そういう風にするってことはですよ、はい、ああいう時って出席番号順に並ぶじゃないですか。そうですね、だから一番後ろの人がこう答案用紙を集めていく時に番号狂っちゃうわけですよ、はい、そこもだから全部クラス中で、こいつがこの科目はこいつは何番目だからってこう入れ直し後ろで入れ直して、おすごいですね、集めて、いいな、そのぐらいのことをしてもらって、うん、俺本当にやっと卒業できたんですよ、高卒。すごい。で結局卒業式が終わって多分俺は1時間半ぐらい後に学校に到着して、うん、じゃあうちのクラスだけがこう教室でみんな待ってて、ああいいいいじゃん、そう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 、あのどこどこに進学しますと。なるほど。それを伝えに行ったらうわーっと盛り上がって、おお前が大学受かると思わなかった、すげえ、そう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 、はあ、まあ愛されてたってことですね、間違いなく。そうなんですね、なんかね、すごいね、うん、愛されてたのか、あのほら科目に脅してたかどっちかやべやべお前殺されるぐらいだったらテストの1枚2枚見せた方がいいってとか言って、そっちもありますね、みんなで協力して俺は殺されたくないって誰かが言い出したのかもしれない俺はそっちだと思う、俺もそっち、今ね、宇垣さんに言われてそっちかなと思いましたね。宇垣さんはどうあるんですか、なんか。俺も真逆、真逆、まあ、あのこのねラジオ聞いてる人たちはよくわかると思うけど、俺はもう超真面目だったから、うん、もうだって学校がもうそういうなんていうの、不良なんか一人もいない。あ、そうなんですか。まさにタバコ吸うやつとかいたよ。で男子校だったのね、はい、俺んとこは、はい、だ女っ気も何もないし、もう真面目な学校で、もうとにかくみんな進学率 100% みたいな学校、就職するやつなんていないから、すごい、だからそういうとこにいたから何にも、なんか昔卒業、じゃああれですか、卒業式の時なんか僕らの時代ってなんか後輩の女の子が来てなんか第二ボタンくださいみたいなの、あったじゃないですか。それ中学の時はあった、ありました、うん、すごかったですか、やっぱ黒田さん。俺だから一応念のため、はい、念のためもう一個の学ランも持ってっといて、あーやっぱりな、すげえなー。で一応綺麗に全部なくなりました。うわすげえなー。で俺の学ランは人よりもボタンが多めなんですよあの中央も、はい、中央もそうだし、この袖口のところとかも全部だから、あとはこうなんか学年のマークとか、はいはいはい、家庭入りのところにある、はいはいはい、カラーのところにあるマークとか、はいはい、全部なくなって、あとバスケット部のそのユニフォーム、ビジター用とホーム用の上下とバッシュ、罰則全部取られましたね。じゃあね、まあ、盛り上がったところで、はい、次の投稿に行ってみたいと思います、はい、海星14歳さん、お黒田さんはどうして職質されやすいオーラを出しているんでしょう教えてくださいまあもう皆さん今ね聞いていただけたらね分かると思うんですよ。もうね学校のね学生時代から出っ放し、逆にそれをしまえってぐらいもうね違うんですよ、この海瀬くんは自分で出してると思ってるんですよ、黒田さん意図的に、ね、ああ違う違う違う、それは違うよ海瀬くん、あのね出ちゃってる、なんていうのかな、溢れ出ちゃってるってことですね。そうそう、まあ海瀬くんも龍が如くやってくれてると思うから分かると思うけど、あのその本物の方っていうのはほら見て分かるじゃない、うん、ね、街でもしあこの人絶対本物のね、そちらのね、お仕事の人だなっていうのは分かるでしょ、多分海瀬くんも分かる、そういう感じね、今度あのゲームショーかなんかでクロちゃんだったらよく見てみ、もう絶対わかるから。そうですね僕は何回かゲームショー、あのクロさんゲスト来てもらった時あるんですけど、クロさんに近づきたいんですけどみんな近寄れないんですよ。そうそう、あのあクロさんだって言うんですけど、こう一定の距離を保ってるっていうか、そう絶対そうなんですよね、不思議ですよね、あれね、不思議なんですよ、遠巻きでこうついてくるっていうか、ステージ出るとギャーって盛り上がってくれるんだけど、それでいざステージから降りてあの雑踏の中歩くと綺麗にこうなんか磁石のプラスとプラス同士みたいに、ファンの方ってこうずっと同じ距離を保ったまんま誰も寄ってこないですよね。モーゼの10階のように、そう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 、ズドーンってやろ開くんですよね。黒さん近くにいるとすごい通りやすいっていう、あれ本当に前も言ったかもしれないけど、ファミレスとかでもそうですし、渋谷の雑踏でもそうです、歌舞伎町でもそうですね。黒田さん歩きやすいですよ。なんか砂鉄巻いて黒田さんのとこちょっと試してみましょうか一回砂鉄がどう動くか、どういう自慢で弾くと思います俺だからね、電化製品とかもよく壊れるしねだからなんか多分そういうあれだと思います俺の逆ねきっとね、砂鉄全部俺にくっついてるいやだからこうね、素朴な可愛い質問ですよねこれ。そうですね、そう今ヒデちゃんが言った通りです。あのね、出してるんじゃないんです、出ちゃってるんですね。そう
よね。で出ちゃってるついでに言うとね、あの、うん、ほら前も言ったけど、クロちゃんと俺はほら文学座の演技研究所ってとこで一緒だった、うん、同期、まあ、うん、中間部と夜間部でちょっと違ったんだけど、うん、でその時俺もなんとなくもう顔とかそういうのしか覚えてないわけ、あの、うん、授業も違ったから、うん、で後で聞いたのはその時はほら声高かったんでしょ。そう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 、ね、だから、うん、今もしかしたら俺みたいな声じゃないけども、うん、もっと高かったわけよ、クロちゃん。そうそうそう、でそれをわざとお酒かなんかで潰したんでしょ。そうそうそう、でこの声に持ってったわけよ、うん、もしさそれをしなければますますそのオーラも出にくかったのかもしれない。なるほどね、声までそのオーラに持ってっちゃったわけよね。そうかもしんない。そうそうそう、ガタイもでかいわさ、うん、で声だけは唯一可愛かったのかもしれない。そう、声可愛かったのね。俺はその可愛い声も覚えてないんだけど、もうそのさ、そこも改造しちゃったから、うん、改造しちゃったからね、うん、そうなのよ、ますますね、うん、あね、だから出してるんじゃありませんよ、うん、あの出てしまって出るんですね。そうそうそう、もうぜひね、はい、あのちょっとなんかイベントに来て、うん、本物のクロさん会ってみて、うん、触れればもう一目瞭然、百聞、うん、は一見にしかずと、うん、そう、今度海星館遊びに来てねはい、はい、では今回は、本日3月22日に発売しました黒ひょう2龍が如くアシュラ編の開発陣をゲストに迎え番組をお送りしたいと思います。それではそろそろ行きましょうか。はい、行きましょう。それじゃあ復活カムロ町レディオステーションスタートです。復活カムロ町レディオステーション。改めまして黒田孝也です。改めまして宇垣秀成です。改めまして瀬川渡辺です。では早速本日のゲストに登場していただきましょう。黒ちゃん紹介よろしく。はい、わかりました。本日発売になりました黒ひょう2龍が如くアシュラ編のプランナー白崎正雄さんです。こんにちは、白崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあではね、うんうん、ここで恒例の、うんうん佐藤さん小川さんと続きましてですね、はいはいはい、ゲストが来た時に誰に似てるか、うん、なんか噂では聞いてます、そういうのが声だけであのリスナーの皆さん伝えるというです ね、 ですね。やっぱりちょっとなんとなく映像がねイメージできた方がいいですから ね聞いてる方もねしやすいですからね。そうそう、どういう感じかというと今まで来たスタッフさんとはちょっと違います ね色が、色、うん、あの柄が悪いかジジイか、ね、まあジジイ率高いですからね、まあ、明らかにね。そう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 。でたまにほらね、他の昔からずっと遡っていくと、そのホリーちゃん的な若い人もいたけど、なんかね唯一2枚目の若手が、そうですね、チャラいですけどね、ね、まあ、否定はしないですよ、チャラいんですよ、うん、あのね俺のイメージでいくと似てるっていうより雰囲気が似てる、はいはい、白崎ですよね、はい、白崎仁とかって言いませんでしたか。あ、いましたね、はいはい、元ホスト似てません、その雰囲気が、はいはいはい、すごいわ、名前もそうなんですごい言われます、ね、やっぱそうでしょ、はい、ほら俺はそれ、まあ、ホストっぽいよね、ホスト、ホストとかなんていうのミュージシャン系の雰囲気を出してるよね、なんかそうそう、色白で肌綺麗で、うん、それでこう茶髪で、うん、ちょっとロン毛でっていう感じで、だって女の子にいてもおかしくないような顔してるもんね。ああ、女装したら綺麗になりそう、あの堀さん先輩なんですけど、あの2人で夜中に働いてて、もう会社の部署の中にもう本当に僕と堀さんしかいない状態で、夜中4時ぐらいに突然本当に普通のテンションで、お前さ藤本美貴に似てるよねって言われて夜中の4時ぐらいに2人っきりの会社の中で言われ て、 ってしかもその時その男色系のお話をいっぱい書いてたんですよ俺が、うん、でその時結構あのお友達疑惑が出てたんですよ、堀さんはそのタイミングで言われたんで、おっとおっと思って、そう面白い、それ聞いてる人も今の、説明を踏まえて聞いてもらえれば、うん、分かると思うよ、分かると思います、うん、まあ、多分サムネイルに写真が載ってると思うんで、うん、はい、結構イケメンの、うん、だからの佐藤さんのリリー・フランキーとか、俺のデューク・サライエとかそこまで似てるのってなかなかないじゃないね。デューク似てるって言われてるよ。デューク・サライエは それだって似てる。俺はメガネなんじゃないの。いやいや、あのね、なんか背丈とか雰囲気も似てるでしょ。似てる。あいつが出てきた時、俺こんなテレビ収録したかなと思った最初シュン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 言ったっけ。こんな歩き方だったっけ。俺こんなレッスンしたかなと思ってじゃあ次回龍が如くはキリをされて歩かせるのかいやいや、そういえばそうでしたね。ああそうか、デューク・サライエ似てるわ確かにでしょ。
まあね、いろいろ盛り上がりましたけども、今日は白崎さんを迎え、はい、黒豹2スペシャルで番組をお送りしたいと思います。はい、まずは白崎さんと龍が如くシリーズの関わりを教えてもらえますか。では早速なんですけれども、はい、最初にこの関わったタイトルが龍が如く剣山っていうことだったらしいんですけども、そうですね、具体的にその剣山の中で何をされてたんですかね。まあ、戦うところ戦闘バトルパートを、はいはいはい、主に担当してまして、はいはい、まあ、要するに出てくる敵をこう置く役です。奥役、はい、っていうのセットって言うんですけど、はいはい、敵が出てくるじゃないですか、はいはいはい、その戦う敵を一人ずつこう僕が手で置いてるんです、パソコンで。へえ、それを僕やってました。あと周りでこうやってわーって応援してる、はい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 、あれも僕が手で置いてました。手でっていうのが分かんないんですけど、そのコンピューターに、そうです、パソコンでそういうふうに敵キャラクターとかその応援してる人を配置するツールみたいなのがあって、はい、それでこう一個一個マウスで置いて、だから剣山の時は僕は多分2万人ぐらい人置いてますね。うわ、じゃここちょっと言い過ぎだろうとか、そうそうそう、ここちょっと少ないからここに寄せようかみたいな。なるほど、そういうのも係があるんだ。そうそうそう、すごい面白い。僕はもうその剣山の時に会社入ったばっかりだったんで、まずはそれでっていうことで、もう本当にずっと人を置いてましたね。チク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 。で、まあ、剣山から関わったってことはその前までは当然入社してなかったってことですよね。はい、ってことは入社してすぐね。ね、ってことはそのもしかしたらユーザーとしても龍が如くのワンとかをやってました。遊んでました。遊んでました。本当にまさに就職活動をしながら龍が如く遊んでたんで、はいはいはい、特に僕龍が如く2が大好きだったんですよ。はいはいはい、でもう本当に買ってその日にうちにクリアして、なんて面白いんだと思って、で次の日に学校の友達を家に呼んで、面白いから俺がやるから横で見とけって言って、朝までクリアしてみんなで、ああ面白いみたいなことをやってたとかしてましたね。一日でクリア、一日でクリアしました。すげえ、もう買って嬉しくて。すげえ。それでまあそこまでね関わって、まあ入社もできて剣山関わって、その後こう龍が如く3にそうですね、なるじゃないですか、はい、そこではどんなことをされた？もう同じく敵を置いたりしてたんですけど、はいはい、そこ龍3だともうちょっと大きいというか要素が、やらせてもらえる仕事が増えて、はいはい、闘技場ってあるじゃないですか、あれをまるっと一人で やってみっていう感じでやらせてもらって、50人ぐらい敵が出てくるんですけど、それぞれの敵の名前を考えたりとか、そのキャッチコピーもついてたんでキャッチコピー考えたりとか、そのどういう戦い方にするか、なんとかかんとかトーナメントみたいなのがあるじゃないですか、それのそのトーナメントのルール考えたりとか、まあその辺の仕様を全部まるっと考えてやらせてもらったり、あとミニゲームだとバッティングセンター、龍3からビンゴができるようになったじゃないですか、的ある、はいはいはい、あれを やろうってことになってビンゴにしてみたりとか、的を作ったりとかってのもやってましたね。おすごいじゃん。それ置く人っていうか、そのあれは顔とかも考えるんですか？はい、闘技場に関しては結構そのキャラクターの姿形とかも融通聞かせてもらえる環境だったので、そのキャラクターを作られるデザイナーさんと相談をしながら、このキャラクターはもうちょっと、いかつい感じにしたいですとか、このキャラクターは一番弱いんでその辺歩いてるような人の感じがいいですみたいなのを相談しながらやってました。それを例えばね、この弱っちい、はい、もうでムカつくからと思って、はい、じゃあねとか言って鍋さんみたいな顔にしようよとか、そういうのは社内的になんないですこいつボコボコにされるのに。それはなかなかいいね。まあ名越さんとか最初に会った時とか、はいはいはい、まあ、その他ね菊池さんとかいろいろいらっしゃるじゃないですか、はいはい、なんか印象に残ったとか、なんかエピソードがあったりとかはありますか？そうですね、まあ名越さんとかになると、さすがに龍が如くを学生の時に遊んでたので、はい、まあ知ってるっちゃ知ってたんですよ。で僕最終就職活動のその最終面接が名越さんだったんですよ、はいはい、でまあガチャって入ったら、はい、まあいらっしゃるわけですよ、はいはい、まあインパクトすごいわけじゃないですか。あ、そうですね、見た目の、はいはい、おっとと思いながらも、こうガタガタって震えながら、はい、まず一番最初にこう自己 PR したみたいなのが長尾さんの最初の遭遇ですよね。お、他にそのリュースタのメンバーでなんか面白エピソードとか、まあ言えること言えないこといっぱいあるんですけどみんなそこ言うんだよね。そうですね、うん、そうです。まあ黒ひょうで言うと、やっぱり僕は小川さんと、はいはいはい、まあ、ワンも作ってたので、はい、もう2年ぐらい一緒にやってるんですけど、小川さんはこう仕事してるじゃないですか、はいはいはい、で後ろが通路なんで通るんですよ、はいはい、小川さんが、はいはい、そしたら白崎さん、なんか面白い話してよみたいなことを言いながら僕の人通るんですよで面白くない話をしたらものすごい機嫌が悪くなるんですよ。何それお前は働いてる価値なしみたいな。ひどい振りだな。なんか金ちゃんじゃないけどね、なんか、でも本当に本当に毎日そんな感じです。
新しく入ったアルバイトの子とかも、お前なんか面白い話してみろよみたいな、そういう感じなんで。それは意外だった。で必死です、毎日面白い話なんかこうねえかって探してないと。うわまあね、それ多分小川さん流の、お前常にアンテナ張っとけよっていう、張っとけよっていう、やっぱりクリエイターたるものと。で小川さん自身は面白いこと言えるの？小川さん面白いですよ。小川さんは実際面白いです、ね、面白い。だったら素晴らしいね。知ってますね。だったら素晴らしいね。いろいろ詳しいし酔っ払ったらすごいし、うん、頭から血ね、頭ね、おでこもね、まさかね、朝5時記憶なくすっていうね。カムロ町レディオステーション。それで、黒豹シリーズになるわけですけども、はい、黒豹ではどういう仕事をしてたんですか？まあ、キャバクラをワンツー通じて両方丸と担当していて、まあ、どういうキャラクターにするですとか、まあ、お話どういうふうにしようですとかっていうのであるとか、うんうん、まあ、キャバクラって言ってもこう竜がごとく遊ばれてる方分かると思うんですけど、同じキャバクラでもこう種類があったりするじゃないですか、うん、キャバつくがある回とか、うん、アフターができるようになりましたとか、なんで、まあ、キャバクラって言ってもどういう要素を入れるかっていうところからもう、考えて、なるほど、はいはい、小川さんとか名越さんにこういう風に行きたいんですけどっていう話をして進めたりですとか、そういうのをプランナーっていうんですか？そうですね、まあ、基本、まあ、絵描くとかプログラムを組むとかそういう専門的な仕事以外全部やるって感じですね。絵を描く。でそれキャバクラを、はい、のことをやっぱ勉強しにっていうか見たりとかするんですか？しましたしました。やっぱりそうなんですか？店に切ってやっぱ行かないとダメだなと思って。店に切って？いや違う、ここのスタッフねずっと制作員だったよ。ね、それ騙されてる騙されてる。僕とかじゃあ切らしてもらえ。いやそれは騙されてる。いやいやだってこれは仕事だから。あでもあれですよ、やんなきゃいけないなと思って、そのゲーム作り終わるとちょっと休暇がもらえるんですよ。その休暇中に次多分キャバクラとかやりそうだからちょっと行ってみようと思って自分でお金切って、無料案内所とかちょっと入ったことないし入ってみようかなと思って。宣伝費から出ないの？広報としてどこも出るわけないじゃないですか。出るわけがないじゃないですか。僕らがそう、でもキャバクラはだからもともと黒豹シリーズになって、まあ、龍が如くと違うキャバクラにしようみたいなところが入っていって、ね、はい、今度黒豹のキャバクラってこう対面なんですよ。画面上は自分の目線なんですよね。はいはいはい、で女の子と近くでこう本当に喋っているような目線になるので、そこはまたかなり新鮮ですね。お、なるほどね。で本日が発売日ということで、はい、すでにプレイしている人もたくさんいると思うんですけれども、はい、率直な感想はいかがですかね？いや嬉しいですね。発売日ってやっぱりなかなか来ないんで、そうですね、嬉しいよ。もう本当嬉しいです。期間どんぐらいかかったんですか？これ、1年半ぐらいですかね。やっぱりかかりますよね。そうですね、もう発売近づいてくるとこう CM とかテレビで流れ出したりするじゃないですか。で CM とかも、担当だったので、はいはい、こう流れる前からこう編集の段階でこう見たりしてるんですけど、うん、やっぱり自分の家のテレビで見る CM 全然違います。流れてる。本当発売するんだみたいなちょっと感じになるんですよね。家のテレビでね、家のテレビで家で見るってやっぱ全然違うんですよ。ふとした時に流れるとね、やっぱりいついつ発売とかもね、普通の龍が如くもなるけども、はい、ほらそうなってくるとほらスタッフはやべあとここまでにやんなきゃいけないとか、もうドタバタになんないんですか？なります。やっぱりなりますよね。なりますし、まあCM が放送するような頃はもう大方できてて、はい、できてる。あとはそのちゃんとこう不具合がないかチェックをする段階なんですね。で、まあ、体力的には まだそんなにチェックの段階は大丈夫なんですけど、やっぱ気持ち的に新しいこう不具合とか出てきた時とかどうしようみたいなちょっと不安とかがあって、こう気持ち的にこうそわそわするっていうのが僕はありますね。特にそう黒ひょんときはそうです。そわそわついでのあれですけど、はい、やっぱりこのユーザーのこの反応とか、これからやっぱ世界にいっぱいメールで来ると思うんですけど、すっごくその辺は気になりますよね。もう気になります、攻略されるとすごい嬉しいです。こういうなんか考えるんですよ。やっぱ僕キャバクラ作ってたんですけど、こういう風に攻略してほしいなって考えるんですけど、やっぱりみんなそういう風にクリアされるんじゃなくて、やっぱそれぞれなんかやり方があったりするじゃないですか、うん、意外なやり方でやる人もね、こんなやり方あったのかみたいな、こっちがびっくりするような、開発陣がびっくりするような、予想してないようなこともすることもありますからね。じゃあ黒豹2で城崎さんが こだわったところや苦労したところっていうのはあります？はい、やっぱ黒豹だとキャバクラが担当で、それぞれの女の子を僕今回考えてっていう風に言われて、
まあ、アイドリングさんっていう、現役バリバリのアイドルさんに、出ていただいてる、3名様、遠藤さん、殿岡さん、立花さんという方に出ていただいているんですけど、それ以外の、4人の、キャバクラ嬢に関しては、もう、僕が、名前から、見た目から、もう何から何まで、全部最初作って、やったんですけど、まあ、大変でした。ってことは、白崎さんの好みってこと？まあ、まあそうですね。好み入ってます。こんな感じの女の子、もう全然好み。本当に最初の頃は、本当最初の一人は好み。もう完全に僕の好み。ちょっと強気な、目のキリッとした感じのお姉さん作ったんですよ。24、5ぐらいの。で、お母さんがまあプロデューサーやられてるんで、お母さんちょっと作ったんで見てくださいって。見せたら、もう無視。無視だった。もう最初無視です。そっから始まって、あ、これじゃねえんだと思って、あ、でもやっぱりちょっと若い主人公が若いんで、うん、主人公の年齢に近づけた方がいいのかなと思って、うん、まあ二十歳ぐらいので、まあ、作って見た目もその年に合わせてちょっと可愛い系にしてみたり、うん、なんかこう眼鏡をかけさせてみたり、うん、いましたね眼鏡、はい、で今回あれでしょ、東京と大阪にこうキャバクラがあって はい、その大阪らしいそのこだわりとかも あるんですか？やっぱ関西弁喋ってくれる女の子って、あ、確かにね、新鮮ですよね。僕いいですよね。僕関西人なんですよ。あ、そうなんですか。出身京都なので、あ、だから関西弁の指導とかもしました、収録の時に。おお、声優さんに。声優さんに、はい、それじゃないぞと。それじゃないぞと。お前のなんでやねんはなんでやねんじゃない。そう、じゃあ宇垣さんちょっと苦しいんだよ。宇垣さんにさ、ちょっとやってくんない、ちょっと。マジワ弁をそろそろ。マジワ弁をね。ちゃんとした関西弁に直して。いいのよいいのよ。マジワ弁はマジワ弁であれ成立してますね。もうあれはね、宇垣さんとね、横山巨匠が作り上げたものですからね。もう今となってはもう、マジワ弁ってなってますからね、もう。じゃあ、ここで白崎さんがこだわったこのキャバクラ嬢のね、セリフを聞いてみたいんですけれども。はいはいはい。どんなセリフにしましょうかね。まあ、中でも苦労したキャラクターが、はいはい、葵ちゃんっていうメガネかけてるキャラクターなんですけど、はい、まあ、メガネかけてるキャバ嬢ってなかなかいないんですが、そうですね、はい、見たことないんですけど、はい、まあ、ちょっとインパクトあるかなって作ってみまして、はい、でこの子ツンデレなんですよ、いわゆる、はい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 、メガネかけてる時はツン、はいはい、でデートとか行けるんですけど今回、はい、デートに行くとメガネを外してデレになるんです、うん、なるほどっていう説明を声優さんに竹達さんに、うん、はい、してで同じセリフなんですけどツンとデレで2パターンくださいと、はい、ね、ツンツンしてる感じでも言ってもらってデレデレしてる感じで言ってもらう、なるほど、はい、っていうのをちょっと収録したのでそれをちょっと、ね、聞いてみましょうかね、はいはい、ねえ聞いて、私そういうの好きよ、ねえ聞いて、私そういうの好きよ、わかりますか？これがツン、今のが多分両方流れてますね。そうですね。1回目がツンで2回目デレですね。でもなんかさ、俺そのなんつうの、よくテレビとかで、うん、そういうツンデレ喫茶じゃないけどなんか最近流行ってて、うん、はい、そういうの取材行くやつあるじゃない、はい、あれもっとひどくない、なんかもうツンというか S ですね、まあまあ、ね、そうそう、でも言ってもお金もらってるキャバ嬢なんでそこまでツンツンしてもダメじゃないです かその辺の微妙なバランスが、秋葉とは違うわけだ、そう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 、秋葉のそういうお店とは言ってもキャバクラ嬢なのでそんなにツンツンしちゃダメじゃないですか、もう仕事として成立しないんで、なるほど、ね、そこのギリギリのところ、今だから両極端じゃあんまないな、どっちも可愛いなって今思っちゃったんだけど、そういうことか、なるほどなるほど、秋葉原の、うん、いわゆるそういうツンデレ喫茶みたいのは1回だけラジオの収録で行ったんですけど、その時は本当にこうジョッキをゴンと置く感じ、はい飲めばみたいな、そのぐらいツンでした、そう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 、ダメ、そいつ勇気あるな、勇気ありますよね、その子も他の声優さんにはやんだけど、うん、俺にはやれなかった、やっぱ出てるもんが違う、うん、なんか出た、やっぱ見えちゃった、やっぱりそうそう、そういう人に対してでも有効っていう、すごいな、やっぱり職質オーラはい、じゃあさらに、今回は特別にアイドリング3名のセリフも聞いてみたいと思います。それでは、遠藤舞さん、殿岡絵里香さん、立花ゆりかさんのセリフを続けてどうぞ。かまってください、そういうの好きです、また会いに来てくださいね。どうしようかな。なあなあ、お願いやるんやけど、そういうめっちゃ好き。なるほど、なるほどね。立花さんは関西弁だね。そうです。殿岡さんが東京カムロ町ジュエルのキャバクラ嬢。立花ゆりかさんが大阪蒼天堀プライムのキャバ嬢。なるほど。なので立花さんは関西弁です。でこれあれでしょ、アイドリングのこの立花さんっていう人は本当は東京の人、あ、いや違います、実際滋賀県出身の方です。あ、そうなんだ。だから関西弁主導は立花さんに関しては大丈夫だったんです。なるほどなるほど、
だからもうすごいね、まあ、当たり前なんですけどネイティブな関西弁でナチュラルに演じていただいたので、その辺もぜひ注目していただけると、はい、やっぱね関西弁で甘えられるといいですよ、うん、やっぱ東京出てきて関西弁聞けないので僕は、うん、すごいこう立花さんいいなってやっぱ関西人の血が流れてるからだね。俺はそんなには思わない。あ、全然思わない。あ、マジっすか。あ、まあ京都弁とか言ったらなんかそう、俺も京都だったら、あります、あの舞妓さん的な感じ。そうそうそう、だったらね、あ、もうなんかふわってなるけど、はい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 、普通のなんか大阪って言ったらおばちゃんのイメージとかなんぼやとかもうすぐそう負けてとか あでも立花さんのは関西弁の中でもだいぶ丸い方です。あ、まあ、優しい感じ の、はいはいはい、あの本人さんもあの妹キャラというか、うん、こう末っ子キャラなので、うん、まあ、それに合わせて丸い優しい感じの関西弁になっているので、だからもう関西出身の方はぜひ、うん、まあ、立花さんはそうです、まあ、じゃあちょっと一回その遊んで実際遊んでいただいて関西弁どんなもんか見ていただくのもいいと思うんですけど、うん、まあ、やっぱじゃあ標準語だと遠藤さんとか殿岡さんとかですかね。そうですね、遠藤さんはね特にね特別なキャバ嬢なんて、なか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 伝説のキャバ嬢の鴨町ナンバーワンキャバ嬢って設定なので、そうやすやすと会えないんですね、ゲームの中では。あ、そうなんだ。そうなんですよ。ある条件クリアしないと遠藤さんに会えないとこないっていう、ね、それがまたほらユーザーがなんか裏技発見しちゃってすぐ会えるとかそういうのないのかな。それはないかなそのやり方があったかっていう、このセガの人たちもびっくりするような。いや、それはないと思いますね、多分。まあだからこれぶっちゃけ遠藤さんのセリフなかなか聞けないんで、うん、そうですそうです、貴重かもしれないですねこれは。また殿岡さんのあの、どうしようかなってセリフあったじゃないですか、うんうん、これはあの実際言ってもらったんですけど、その収録でこうじゃあお願いしますって感じで撮ったやつではないんですよ。なんかこう収録をするときブースに入ってもらって最初こう雑談してたんですね、はいはい、あのこう和ませようみたいな感じ で、はいはいはい、でその時にこうキャバクラでこういう可愛いセリフ言ってほしいんで、なんかいつもよりもラブな感じでお願いしますみたいなことを僕は言ったら、どうしようかなって言ったんですよ。それをそのままいただいたんです。なるほど。なるほど。だからもうこの、どうしようかなはすごいナチュラルな演技だった。確かに。それはそうですよね。演技してないんですから。うん。すごい自然だったもんね。なんか、お昼の弁当どうしますとか聞いたんじゃないんだ。違います、違います。だってそう、お昼の弁当どうしますブースで聞かない。どうしようかなって言ったのかなとか。どんだけ食いしん坊やいや、選べる今回。どうしようかなを言わせるような質問を事前にしたのかなと思って、なんかその、こうフリーで5枠ぐらい用意してたんですよ。なんかやっぱり決め台詞みたいなのある、あるのかなと思って、うん、でそのフリーの中にこう1個、どうしようかなっていうのをポロッと出て、なるほど、そらーってブースの中が一つ気持ちがなったんですよ。これだって言ってこれいただきましょうって切り抜いたっていう。確かにすごい自然でしたね、うん、でさらにですね、うん、ね、お二人のために、うん、とっておきのセリフを今日は用意してきました。これはすごいですね、これはですね、ちょっと白崎君、おじさんお二人にちょっとこのセリフ説明してもらえますか、うん、あのラブインハートっていうマッサージ店がありますね、リオの特に、はい、リオの特にあるんですけど、まあ黒ひょうにも出てくるんですね、うん、それで、まあ、大阪蒼天堀にもラブインハートウエストという店がありまして、そこにこうマッサージ嬢さんがいらっしゃるんですけれども、うん、その方の音声ボイスですね、なんですけど、はいはいはい、まあちょっと聞いてもらった方が早いと思うんで、いろいろこう考えながら、うん、想像しながら聞いてもらえるとありがたいなというものなので、ちょっとぜひ聞いてください。こんなに固くしちゃって苦しくないの？すごくいい体、好きになっちゃいそう。むっちゃ固いよ、エッチやな。どう？うち気持ちよかった？どうですか？すごいね、このマッサージしてるんですよ、これ普通に。エロいな。いやいや、蒼天堀の方は超エロいね、これね。これだってもう収録の時すごかったですもん。うわ、あのこれ絵がないとすごいっすね。終わった後にみんなもうスタッフさんとか全員立って起立であざっつってあの普通いただいたらいただきましたって言うじゃないですか、うんうん、じゃなくてごちそうさまですって言いそうなってぐらい。今でもこれ中でもマイルドな方です。まだこのセリフがマイルド、はい、まだマイルド。じゃあのゲームをやればもっとゲームをやればもっともっと派手だ、いろんなものを想像できる、はい、これ以上来る、はい、もうすげえ僕調子に乗っていろんなことをお願いしちゃったんで、また声優さんもすげえ頑張ってくれてもうすごいな。高校生、もう年頃の高校生がいろいろ想像できる感じでお願いしますっていう。うわー、すごい具体的な指示ですね、はい、もっともっとくださいみたいな感じだったんで、もうやばいっすね、これは。この収録すげえ楽しかったです、僕。さらにこれ、ね、映像もついてこの声ですからね。そうですね、ゲームもついてこの声ですから、ね、はい。これはちょっと、俺、ラブイハートから出ないな、もう。まあ、これ、これ。まあね、そのキャバ嬢とマッサージ嬢と、このちょっとした、こう、はい、アダルトな感じが続いたんですけれども、はい、こう、メインストーリーで、
城崎さんがこう、はいはい、おすすめのシーンっていうのはあります？はい、龍翔っていう久喜龍翔っていうキャラクターがいるんですけれども、うん、はいはいはい、彼は、前作からあったドラゴンヒートを父親から受け継いでドラゴンヒートを守ってる、うん、久喜組の組長という設定なんですが、はいはい、彼がですねまたいいことすごいいっぱい言うんですよ、うんうん、並川大輔さんのいい声でもうすごい収録の時も僕結構こうおーいいなと思いながら切ったセリフが2つありまして、うん、はいはいはい、はい、じゃあそれをね2つ続けてお聞きください。あいつらは相手がどれだけ強い相手であろうと命がけで戦う。何度でも立ち上がる。負ければクズに戻っちまうって恐怖もある。だからそれ以上に男のプライドがあいつらの力を限界にまで引き出すんだ。わかるか達也。結局人間ってのは魂で生きてるんだなあ。だろう。男にはよ、絶対逃げちゃいけない時がある。今がその時だろうが、分かってんだろうが、ここで逃げたらてめえは本物のクズだ。おー、かっこいいっすね。かっこいいっすね。この前小川さんじゃなだっけ、あの話もしたけど、やっぱ若いよねこのゲームは。確かに、これやっぱ桐生や真島じゃこんなに力強くそのガン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 言うような感じではないもんね。多いですもんね、セリフ数も。セリフ数も多いし、その速さとかなんとかって思うのはやっぱ小僧っていうか若い。ああ、俺なんかやっぱ年取っちゃったのかな。こういう精神では生きてきましたけどね。それこういう立場にはいましたけどね。だからなんで俺が戦わなくちゃいけないんだろうって、うん、まあなんか知んないけど代表になってるから、学校の代表だったりとか。そうすると知らない人がねこうやってきたりとかすると、なんか別に俺恨みもないのに戦わなくちゃいけなくて、そこで負けてしまったら俺の立場が終わりみたいな学生時代だったから、だからずっと戦ってきましたけどね。であと何度でも立ち上がるっていうのがそもそもないんですよね、倒れなかったから。だから言ってみたい、うん、言ってみたいな。だから青いなと思っちゃうんですね俺は。どうしても何度でも立ち上がる自体がもうダメだと。特に感動はない、倒れるんじゃねえと。まず倒れたことがあるやつのセリフだと。これはそうすごい。その境地にはいけなかった。さすが桐生一馬。やっぱ桐生一馬違いますよ。ぶっちゃけてこんだけ文字数あるけど、桐生だったら多分ね一言ぐらいで終わっちゃうね、多分このセリフ。一行です、ね、一行 ね。そうですね。が多分表情で済ますから。この長い句で終わる。アップで終わる。抜きの絵で終了。グッて終わったかもしれない。龍翔27だっけ。龍翔は、いや僕と同い年なので26です。26。26でもこの黒ひょうの中ではかなりお兄さん、だいぶ年長者です、ね、まあそうなんだ、ね、キャラなんで。まあでももうギラギラ熱いようなセリフだったよね今ね。熱かったですね。そうですね。特に最初の方の長いセリフは、はいはいはい、収録が始まった最初の頃に撮ったセリフなので、あ、これからこういう感じでこのゲームの収録って続いていく、熱い現場で続いていくのかなっていう、本当になんかそういう意味でも印象深いセリフなんですね僕は、うん、やっぱ次2番目のそのここで逃げたらてめえ本物のクズだとか、男には絶対逃げちゃいけない時があるみたいな、こういうセリフをこう本物の声優さん、しかも有名な並川さんみたいな本物の声優さんが目の前で言ってるっていうのは、やっぱこういう仕事してるからならではな経験で、確かにそれはそうですね。こうなんていうんですかね、その声だけで勝負してる方のこう熱い思いみたいなこうヒリヒリ感じて、まだ会社入ってそんな立ってないんですけど僕は、若造ですけど、やっぱこういう仕事してよかったなと思う瞬間ですね。はい、じゃあ城崎さんのこだわりなんかいろいろ聞いてきましたけども、はい、そろそろお時間が来てしまいましたので、はい、最後に、今日から黒ひょう2をプレイする人、そしてまだ買おうかなって迷ってる人にメッセージをお願いします。はい、本日発売になりました黒ひょう2龍話如く阿修羅編、名越総合監督が書いた熱いお話あり、先ほど聞いていただいたようなキャバクラあり、ラフインハートみたいな、はい、要素もあり、もう本当にいろんな、ボリュームが詰まった、本当にいっぱい遊べるゲームになってます、うん、ぜひですねお手に取っていただいて、カモロ町と蒼天ブーに遊びに来ていただければなというふうに思います。ぜひですねDVD もマジマのマジロックも一緒に。そうね、マジマのマジロックついてるからね、はい、それが一番いいよね。いやいやいやよろしくお願いします。はい、はい、以上黒ひょう2プランナー城崎さんを迎え、黒ひょう2スペシャルをお送りしました。城崎さん、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。カムロちゃん、レディオステーション。
龍が如くスタジオプレゼンツ復活カムロ町レディオステーション、そろそろ別れの時間になってしまいました。今日は城崎さんがゲストに来てくれましたけれども、どうでした？ねえ、なんか珍しく緊張してない。そう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 、ね、俺もそう思った、ね、いっぱい喋ってくれたよ ね、うん、もうね、あれが現代っ子ってやつでしょうね多分 ねすごいね、若さゆえのずうずうしさ。あれなんだろうね、あれだって今までの人ってみんな緊張してたじゃん。そうですね、最初はね 超シャイで、うん、ねえ、あれだったのに、ね、逆にだからやりやすかったよねこっちは、ね、そうですね、うん、いやでもプランナーって仕事がそもそもよく分からなかったし、うん、はいはいはい、なんかその一番最初に聞いたこう人を配置する仕事があるんで、はい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 ね、すごいいろいろあんだな。俺なんかさ、ほらね、相変わらずそういうの分かんないから人を一人ずつ置いてたのが僕の仕事ですって言ったじゃない、はい、え、これ人形劇何そう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 、手で持ってね、ちっこい人形こうやって置いてえ、それを何点かなんかで CG になっていくわけとか全然分かんなくて、でやっとこういろいろ聞いて結構マウスでそうでしょ、やっぱおかしいと思ってんだよねとか思ってさ、俺すげえ二次元で考えてたから、なんか確かにね、手で置くって言われちゃうと、そうそうそうなんかね、そこも分かんなかったからね。宇垣さんのなんかもうキョトーンってしてましたもんね、うん、顔なんかそう、うん顔に出るから素直だから、ね、あとあれが良かったね、キャバ嬢のセリフと、うん、でもやっぱ一番いいのはマッサージ場、あれいいですね、マッサージ場はいいね。竜王徳シリーズの中にも当然入ってますけど、うん、今回黒ひょうのラブニーハートは、うん、これはちょっとぜひ必見ですね、うん、まあ、あれ以上のセリフがまだまだ入ってるって聞いたんで、ちょっと全部聞かないと、あのさ、男としてはね、全部聞かないとやっぱり。PSP って俺よくほら電車の中でやってる人とかいるじゃん、はいはい、いますね。あれさ、なんかで加減でこうボリュームかなんかピッてこうやった時にさ硬いのがなんて言われたらさお前なんでびっくりするよね電車の中で、ね、やばいっすね、うん、もう次の駅で降りますね、そう何言ってんのこいつとか恥ずかしくて、はい、番組では今後も龍が如くスタジオの開発スタッフや出演者をゲストに迎えてお送りしていく予定です。いつものように皆さんからの投稿も大募集していますので、番組に対するご意見ご感想、開発スタッフへの質問など、どんなことでも構いません、投稿フォームからどしどし投稿してください。次回の更新は4月12日木曜日の予定です。それではまた次回復活カムロ町レディオステーションでお会いしましょう。今日からわしも黒ひょう2でキャバクラ三昧や。